両面は採用ですね。なんか手からいろいろ出てきましたね。ウーマン切って、両層切って、老朽馬町になった。で、9万ね、1枚外したんですよね、ルミ。あー、9万だ。小林の上がりです。2900。今回はテンパにしなくなりました、両面町です。なん、ドラ1、2900点。小林がルミから上がりました。さあ小林2000、2000、1600、2900、コツ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 上がって、でも大きな山を築いています。何の4曲1本馬ドラマパーピンです。そしてこの手配まだ上がりに行けそうじゃないですか。今度はさっきよりね、リーチができるんで上がりやすくなってるんですよね、はい、リーチができるか。19700点差。一応満眼直撃は1873、満眼直撃も OK、 跳ねまつもられも OK ですね、はい、リーチ棒、リーチ棒出したらダメか、つもられはダメですね、つもられダメです、はい、2000点差なんで、まあ満眼だったらいいよって。あ、チートイドラドラ、イーシャンテン、チートイツドラドラ。一応の話をすると、瀬戸熊は倍満を積もるとなんとまくります。いや、これ狙いますね。イエスもチートイドラドラウラウラいきますよね、これ。これめっちゃ狙います、めちゃくちゃ狙う。でもドラドラできてますから、はい、もうこれ、うん、でルミもこれすごいできてますよ。ルミも条件的にはやはり羽マンツモか、羽マンツモると着順アップ、うん、ただ太島で届かない。羽マンツモ狙いますね、これ狙いますね。瀬戸熊は羽マン直撃もあるから、一応出やすい町には、出やすい町を作ろうとはしますよね。南端期、うん、南端期ですね。出やすい数積もれそうな町。ただここで太がポンです、うん、中央ポン。ここはもうさらっと2着をもぎ取りに行きます。いや、狙いますよね、倍満ツモ。こんなに倍満ツモ見えることないですよ。ないないない、大チャンス。こんなチャンスなかなか来ない。いや、ここから倍満ツモはちょっと眠れる獅子を起こしてしまった感じになりますよね。いや、ライデン奇跡のトップあるぞこれ。小林もね、上がりに向かってますね。向かってますね、うん、普通に進めているように見えます。分け合えてる。重なりやすいところ全身全霊で見つけた。いや、でもこれメンチでも一応残してる。そんなことはないか。あ、一応残してはいるんじゃないですかね、うん、パーピンアンコに備えるとかね、はい、さあ、そして太が9番をポンしてイーシャンテンです。なんとしてでも2着持ち帰ろう。チュンポン、9番ポン、表情は非常に冷静です。どうですか。いや、どうやって判断するんですか、どこが重なりやすい。パーソー3枚見えてるんで、チーソーっていうのはなんか悪くなさそうに見えますよね。他の人使いづらいですし、うん、持ってないかもしれませんね。まあ、ただポン出しがパーソーだったのはちょっと気になりますね。なんかね、778とかから持ってるかもしれない、うん。いや、気になる気になる。いや、でもルミもこれ大チャンス、大チャンス。もうタイヤオにするんだったらいいピンですけど、これ両ピン引くとテンパるんですよね。あのローソーとかして両ピンいたらね。一応羽マンツモのイシャンティなんで、うん、いいピン残しましたね、はい、あ、ただ両ピン2枚切ってた。ローソー切りも思い切った決断の一つですよね、うん、でもそうですね、はい。うわ、来た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 。南端期、あ、待って待って待って、地獄町、2枚切れの南端期。これ一泊宝珠もこのぐらいの針の穴を通さないと逆転はない。ない、一発だ、リーチ一発、チートイツだ。16,300。うらうら、小林これ掴んだら最後だったね。そう、ラスト1枚の難、すぐに結果が出ました。これを小林が持ってきていたら、羽マン直撃ですね。一発だったら倍マンですけど、瀬戸熊が積もっていたら、はい、瀬戸熊トップまであった。いや、最後はソテンも稼いで瀬戸熊2着。いや、小林も今の上がり気を見て何を思うか。そしてユーネクストパイレーツ、ユー小林で見事本日2連勝。試合会場またもやパイレーツブルーに染まりました。